バイルアムラインは、ドイツの町であり、スイスのバーゼル市郊外。町は、ライン側の東岸にあり、スイス、フランス、ドイツ国境の交点に近い。ドイツの最も南西に位置する町でもある。バイルアムラインは、北四十七度三十五分四十二秒、東経七度三十六分三十九点六秒、北四十七点五九5 0零度、東経7 6 1一0零零度、 4 7 5 9 5 0 0 7 6 1 1 0 0 0 2市バーデンビュルテンベルク州レラッハ郡にある。この市は西にフランス、南にスイスとの国境に接しており、三国国境も存在する。また、バイルはマルクグレーフラーランドと呼ばれる地方にも位置している。市はライン側に面しており、 大陸性気候を与えているシュバルツバルトに近く、特にブドウ栽培に適している。街は、ローマが起源と思われる、ミラとして、786年に最初に、言及されている。スペイン継承戦争中、フリートリンゲンの戦いを行うため、1702年10月に、クロードルイエクトルドヴィラールは、ここでライン川を横断した。バイルは闘争の結果、激しい被害を受けた。 市の良好な交通手段により成長を始めた19世紀まで農業が地方産業の中心だった。バイルアムラインとバーゼルを結ぶ鉄道車両創車場は1913年に構築された。スイスの織物工場はフリートリンゲン地方で設立された。1934年にはライン側に港が建築された。第二次世界大戦後、 難民や無国籍者の流入により、再び人口が増加した。1971年と1975年の間に、夫、リン、ホールティ、ン、MRKT の自治体を編入し、バイルアムラインの町となった。バイルアムラインの姉妹都市、ありがとうございます。